スマホ動画で販路開拓ということでね、皆さんにお話をしてますね、竹下塾ですけどもね、さあ皆さんね、僕がどうしてですねこのスマホを、ね、よく進めるかというとね、んですけど、これねやっぱりねプレゼンテーションがね上手になります。これ間違いないですね。それでですね、もう一つはねやっぱりコストダウン、ね、経費がかからない、ね、販売促進にかかる経費が少なくなるということですね。まあ結果的にはですね、僕が比べてるのはねフィルム時代なんですね。まあ確かにもうフィルムカメラマンでずっとやってましたんでね、やっぱりフィルムをまず買うんですよね。でその次は今度現像する、撮影して現像するね、で例えばこう編集する、デザインするってやるとですね、まあ途方もないくらいお金がかかってますね。ところがこれやっぱり今これね、あの iPhone で撮ってるんですよ。でこれあの無料のね、あの iMovie とかいうの編集ソフトを使ってやるとほぼ0円に近いですよ、情報発信するね。そうするとですね、やっぱり何がポイントになってくるかというと、今私はこれお話ししてるみたいにね、こう自分がこうやっぱり話ができる人、やっぱりプレゼンテーションができる人、ここがねかなりポイントになってくるんじゃないかなと思いますよ皆さんね。今日 Facebook のね記事の方も出てましたけども、やっぱりこういう AI 社会ね、 ICT 社会になってくると、やはり最後は人間力だと思いますよなんていうね、映像の方がおっしゃってましたけどね、まあそりゃそうだと思いますね。ぜひ皆さんもですね、このスマホ動画を上手に使ってですね、プレゼンテーションが上手になっていく